どうもこんばんは。今回は、Windows XP の方をなるべく Vista に近い形にしてみました。てか、見た目を Vista に近い形にしてみました。タスクバーの方もまあこんな感じで変わってますね。さすがにちょっとガジェットとか、まあ、なんか、あれですね、なんか、どっかのガジェットとかをインストールしておれば、まあ、ガジェットも追加できるんですけど、まあ、重くなるんで、まあ、リアルはありませんと。まあ、まあ、壁紙は、まあ、拾ってきたものを使用しています。少々お待ちください。こう、スタートボタンの方も、スタートボタンの方も、ちょっと今、名前が出てくると思ったんですけど、まあ、出てきませんでしたね。まあ、スタートボタンの方で、ここの電源の、あれですね、ログオフとか終了オプションのところも、ビスタっぽくなってます。まあ、こんな感じですね。これマイミュージックなんですけど、まあ、ここの部分もですね、ちょっとビスタっぽくなってますね。でもちょっと上の戻るボタンとかはさすがに変えれなかったんですけど、上の方も、まあ、ここですね、ビスタっぽくなって、わかるようにここ XP ですね。てか、XP っていうのをまあ証明するためにちょっとマイコンピューターであれを開いてみましょうかね。少々お待ちください。ちょっとあれが映っちゃうといけないんで、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。紙かな。これでいいですかね。たまたまあったセンスを使っています。ここですね。Windows XP フォーメーションのバージョン2002のサディスファクスリーと書いてあります。ついでにスペックの方は、バリスタ、NEC、スポーツ先は NEC、NEC バリスタ、インテル、カッコ R、カッコ閉じる、セイロン、カッコ R、カッコ閉じる、CPU、2.4GHz、2.4GHz、992MB ラムという、まあ、この1ギガ入れてるんですけど、オンボードグラフィックなんで光ってます。32MB ですかね。光ってます。はい。それで、まあ、今回は、Windows XP の方、Vista に近い、形にしてみました。それでは、さようなら。